私は富士中国投資有限コンスの峯村です。1985年大学生の時に初めて中国旅行に来ました。で86年から仕事をし始めて、ずっと中国と日本の投資貿易の関係をしておりまして、中国で25年間生活しております。特に今回の三中全会の内容としましては、印象に残りましたのは、一つは改革を2029年までに完成させるというふうに言っております。2029年までの中国のさらなる発展改革という部分で、私が最も興味がありますのは、で日本はもうすでにその高齢化を迎えておりまして、いろいろな経験をしています。富士製油は日本の高齢化社会に対して老人の淡泊の問題を解決するということで大きな功績を残しております。従いまして我々はこれから中国の社会に対して、その高齢者の健康の問題、特にタンパク関係の摂取の問題に対してですね、大きな貢献ができると思っておりますし、その異なる日本の企業に対して中国がどのような政策的なことをしてくれるかというところ、これは一番外資として心配なところですが、先ほど言いましたが、生活の面では圧倒的に便利、大事なのは治安がいい、病院の設備も揃っている、この医療と治安の面が優れている。従いまして外国人が住むという意味では最も優れた都市であります。もう一つ、仕事の面では人材が、上海では全国から優秀な人材が揃っておりますし、我々、日本の企業にとっては日本語の素晴らしく上手な中国人もたくさんいらっしゃいます。人材の面、上海市政府の外資に対する政策は非常に公平でありまして、いわゆる放置都市のナンバーワンだと思います。この環境というのは外資にとって一番仕事がやりやすい、投資が安心してできるという環境であります。流行の先端を行く場所であります。従いまして我々は上海を中心に投資活動を行いまして、上海から発信させる、上海から全体の中国を感じて、全体の中国への仕事を広げるというような活動をしていきたいと思っています。